皆さんこんにちは生まれも育ちもアメリカ井上城です最近日本語忘れてきてます <laughs> 今日、えー、話したいトピックは日本とアメリカの違いについてですいろいろありますよね日本とアメリカはここが違うみたいな動画そんな記事いっぱいインターネットで探すことができると思いますなので今日は他ではちょっと見たことがないようなトピックについて触れたいと思います 僕の個人的な感想です。まず、僕、まとめサイトよく見るんですよ、日本の。今、僕はアメリカにいるんですけども、どうやって日本の流行りものとか、スキャンダルとかを知ることができるか。まあ、インターネットですね。で、手っ取り早く最新の情報を手に入れるには、まとめサイト。これがすごい、僕にとっては、えー、使いやすいんですね。まあ、まとめサイトって、まあ、うん、僕が、 うまく説明でできるもものななんんんかかはちょっとわいんですけども知らない人にとってちょっと説明しますけどまあ簡単に言うと今ホットなトピックをインターネットを使っている人たちがコメントすることができるでそのコメントしたものをもう全部込みでまとめてニュースみたいに載せていくでニュースと違うのは何かというとやはりインターネットの人たちがまあ僕らですよね がコメントするることができる、ね、そのコメントしたものもそのニュースと含めて、まあ、ニュースだけじゃないんですけど、まあ、どんな話題でもいいんですよどんな話題でもいいんですけども、まあ、要するに最新の情報がそこに載っているわけですねでその最新の情報を日本の人たちのコメントとともに読むとですね、まあ、少なくともインターネット上で書き込んでいる人たちの中では 例えばアメリカの流行りがどう見られているかとかが分かるわけですねで今アメリカですごく流行っている、えー、日本のものがありますペンパイナップルアッポーペン知ってる人も多いと思いますこれはピコ太郎という、えーまあ、小坂大魔王さんという芸人の人が作った曲ですねでこれが今もうバカウケですアメリカでもうすごいですまあアメリカっていうか 結構世界的に超流行ってるんですよ YouTube とか見るとそのパロディ動画死ぬほど出てきますよもう今一番ホットなのはペンパイナップアポッペンなんじゃないかっていうぐらいですねインターネットまあわからないですけどね、えーまあ、ちょっとリリースされてからちょっと時間経ちましたから、まあ、少しはちょっとこうあの熱がこう引いてきたのかなっていう感じもありますけどもそれでももう伝わる 確率超高いですね。I have a pen! ってやると伝わります。で、このビデオ見たことない人は、あの見て、えー、見るのもいいんじゃないでしょうか。ということで、えー。で、何が言いたいかというとですね、このペンパイナップルポップオーペンは、まあ、世界的に、まあ、アメリカでも、もういろんなところですごいもう人気なわけです。で、すみんながもう、すごいホットに取り扱っている話題。で、えー、そのことについて、日本のまとめサイトで、日本の人たちがコメントしてるわけですよ。 スレタイが、うん、トピックのタイトルが「ペンパイナップーポーペン」が世界的に大ブーム「わらわらわら」みたいなでそれをクリックして日本の人たちがそれについてどう思ってるのかというと結構何が面白いのかわからない「本当かよ」みたいなそういうコメントがいっぱいあるわけですねで面白いのは日本初の、えーまあ、ネタなのにもかかわらず 海外での受けの方がはるかに大きいんじゃないかなっていうふうに僕的には受け取るわけですね。まあ、もちろん僕は今現在日本にいるわけでもないし日本にいる人たちに聞いてみたわけでもないですからあの僕がある持っている情報といえばそのまとめサイトからそのインターネットを使っている人たち少なくともそのまとめサイトにコメントを書いていった人たちはどういうふうにこのブームを捉えているかが分かるわけですね。で えー、そこからまああの <laughs> 分かることはあの例えばアメリカでアメリカの人たちが思っているほどそんなにブームでもないのかなっていうねその日本での方がなんかもうちょっと落ち着いた感じに捉えられてるのかなでしかもネタ的にも何が面白いのか分からないっていう人が結構そのまとめサイトに多かったので。 ななこれ面白いなと思って、うん、国境を越えてるんだけれどもその発信している元の日本で、えー、日本人の人たちが結構、うん、よく分かんなかったっていう人が多いのでなんかこれはすごい違った形の日本とアメリカの違いっていう感じに捉えたんですね。であのこれだけじゃないんですよ。例えばね、まあ、芸能人とかに対してもそうなんですけど ジャスティン・ビーバーいいるじゃないですかでジャスティン・ビーバーバに対して結構ネガティブな意見を持ってる人が多いなっていう印象を受けるんですよ、ま、とめ日本のまとめサイトを見てるとですね。でアメリカで、まあ、アメリカというかカナダ人ですけどジャスティン・ビーバーはあの要するに日本の外で伝わっているジャスティン・ビーバーの情報と日本に入ってくる そのジャスティン・ビーバーの情報って同じではないと思うんですね。まあ、要するにそのなんつうんだろうなニュアンスが違うというか結構まとめ日本のまとめサイトだとなんかジャスティン・ビーバーはなんか、うん、悪ガキのなんか超バッドなやつなんだみたいな風に捉えてる人が多いんですけどそういう感じじゃないんですよねこっちだと。うん なんかどっちかっていうとなんか真逆っていうか、うん、なんか見られ方がちょっと違うんですねでもそのまとめサイトを見るとそのあたかもそこでコメントしてる人たちは海外でもジャスティン・ビーバーってそういうふうに見られてるに違いないっていうふうに僕は受け取るんですよ、うん、だからこのなんつうんだろうなこれ捉えられ方が違いすぎて不思議な気持ちになるんですよ なぜなら的確じゃない気が僕はするからなんですよ。そのジャス例えば、まあ、ジャスティン・ビーバーにしろペンパイナップアポペンにしろ、うん、伝わり方が違っているからなんかそれ違うよって心の中で思うことは多いんです、まあ。それがいいか悪いかとか別に関係ないんですけどもであとベビーメタルベビーメタルって今海外ですごい人気なんですね、うん、すげえクールだぜって言う人も多いし アメリカでライブした時もすごい人が集まったりしてもう結構モッシュピットとかでみんなうわーってなるぐらいすごかったとかいろいろ話を聞くんですねその現地の,あの,ラあのコンサート行った人たちとかは。で、えーまあ、少なくともそういうまとめサイトで、えー、読んだ、まあ、コメントとかだとあのすごいなんかねネガティブな意見多いんですよねベビーメタルに対しての,その日本の。 人たちが書いててるコメントってなんかもう「ベビーメタル」は全然なんかもうなんかカス扱いだろうみたいなもう海外じゃこんなダメだろうみたいなふうに全然ダメだぜっていうふうな感じにコメントしてる人が多かったような気がしてああここでもなんか温度差があるんだなって思ったんですよ。だって実際そうじゃないわけですからもう海外で大人気ですから。 あの有名なこっちの番組にそれ出演するぐらいやっぱ人気なわけですからそれを見た時に「えー、そっか全然違うな」って思ったんですよ、うん。なんでそんなにディスられてんのかな日本の、うん、ま掲示板っていうのかな掲示板とかまとめサイトとかでって思ったんですね、うん。だからどこでその誤差というかなんか情報の伝わり方が違うのかなって。 まあもしかしたら憶測で言ってるのかもしれないですしねそのまとめサイトに書き込んでる人たちはうんだから違うのになあって思うことがよくありますで、まあ、これあのー、また動画この先も載せていくんですけどその中でもまた話すのでちょっとこの動画を見てる人にとっては、うん、また同じことを聞くことになるんですけどこの先。 ちょっと話は離れましてでもまだインターネットつながりで英語英語に対しての見方、うん、少なくともインターネット上ですねでまあインターネットも広いですからまあ要するに YouTube とかうんまあまあそれこそまとめサイトですねまあ掲示板ねサイトでの人の意見僕が読んできた中での思ったことからいくと 日本の人がね日本出身かな、うん、日本出身の例えば芸能人が英語を話しているっていう動画が例えば YouTube にアップされてるとするじゃないですか何々が英語でスピーチをするネイティブな僕からしたらああすごい頑張ってんなーって思うのあるんですよいっぱい、うん、あの赤西仁さんとかすごいと思いますねあの英語 なんて言うんだろうだって自分のネイティブな <laughs> 言語英語じゃないのにあそこまで喋れるようなすごいなと思うしあの例えば XJAPAN の YOSHIKI さんとかもそうだし結構英語すごいなと思う人いるんですよ、まあ、もちろんその本当にもにネイティブオブネイティブに聞こえるかっつったら、まあ、そうじゃないんですけどもちゃんと会話ができている、うん、で人を笑わすこともできるっつったらもう、うん、僕にとってはもうそれでもう。 っていう感じなんですよでも何なんでしょうねすごく厳しいですよねあのコメントとか見てると。で面白いのはあたかも自分の方がもっと英語のこと知ってるぜみたいなコメント多いんですよね。例えばまあなんか芸能人の人のが 英語を喋ってる動画があってなんかひと一言二言なんか言ったとするじゃないですかでそ,それに対してのなんか文法に対するこうダメだしいやここは「ザ」じゃなくて「あ」だからこんな簡単なこのこいつが喋ってる英語のレベルはなんか小学生レベルだからあの普通のネイティブの人は言わないから。 みたいいなコメントとかよよく書いてあるんですよまあ、要するに小さいことをこう言うんですけどもでねそのコメント自体が間違ってることもすごい多いんですよ要するにここ「ザ」じゃなくて「あ」だからっていうのがもう間違いいや実際にその芸能人の人が喋ってるあの英語のが正しいよって僕は思うんですけどもだから面白いなと思うんですよなんかそのコメントしててる人たちって なんか自分の方が英語喋れるんだぜみたいなこう,うんちくを語り出す人がすごい多いっていうかあの、まあ、気になるのはなんかもっと例えば海外で活躍してる日本の芸能人の人に対してうん頑張れって感じかなうん、なんつうんだろうその、うんま、ネガティブなコメントを書くよりかは。 うん、まあよっぽどひどかったらそれもうなずけるんですけども、うん、なんかわかんないけど英語に対しての,あの目が厳しすぎる気がするんですよねその日本人に対しての日本人が日本人の、まあ、まあ芸能人かな芸能人に対してのうんなんか見方がすげえ厳しいような気がしててうん。 まあ、ちなみにその僕が冒頭でね生まれも育ちもアメリカって言いましたけどもそれを言っただけで結構なんかけみたいいなな人って多いんですよねんかなんか,あなんかし,ゃれしゃれやがってみたいな、えー、人も多いんですけどあのまあ分かりますけどねそう思われるのもただあのここで言っておきたいのはよくありがちなあるじゃないですか おあの私アメリカ生まれだからもうアメリカではこうだからみたいな人いるじゃないですか俺全然そういうことないんでそこだけはあの是非分かってほしいんですねだから僕が例えばその今そのなんか英語のコメントとかいろいろ言った時ももう全然上から目線でものを言ってたりなんかアメリカの方が進んでるかとかそういうことを一切思ってないんでそこだけは分かってほしいですねうん ただ僕がこの動画で伝えたかったのはその日本とアメリカの違いというかあの、うん、そこの温度差とかあの僕がこっちにアメリカにあのいるからこそ気づいたことについて触れてるだけであって、うん、どっちがベターとかそういうことは全く思ってないですね。うん、まあなんかだって言っちゃうと英語って何つうんだろう過大評価されすぎだと思うもん。 どっっちかっていうと、うんまあ、まあこれも次のビデオで触れようと思うんだけどもう長くなっちゃうけどちょっと話したいから話すけどあの英語って思ったほどうーん何ていうのインターナショナルだまあインターナショナルはインターナショナルですけど、まあ、その義務教育で教えるところは多いですからでも実際にその実用している国がどれだけあるか それがちゃんと実用できてる人たちがどれぐらいいるかってま,まあヨーロッパとか、まあ、アジアとか、まあ、いろんなとこを旅した後に言えることは思っったほど英語喋れる人そんんななないいいぜっていうことなんですよね、うん、だからもう英語が一番みたいなふうになんか見られがちですけど俺そんなことないと思うし、うん、日本語なんて俺世界一難しい言葉じゃないかなと思うし。 うん、なんか途中から今俺タメ口になってるけど、まあ、そういうところも含めて難しいじゃないですか日本語ってうんだから、うん、日本語を喋ることに本当になんかもっとプライドを持ってほしいなって思うしその喋れる人に対して、うんでまあ、結局こうやって僕はいろんなことを話してお題からそれていくんだけどうんって感じかなうんなので どどうどうでしたかどうでししたたかか、まあ、こういうことを話すとさよく分かんないけどなんか変にセンシティブになっちゃったりする人もいるじゃないですか、うん、だからまあでもそういうまあそんない,いねからいっか見てる人このビデオそもそもでもちゃんと言葉を気をつけて選んだつもりですし、うん、別に普通に僕が思ったことを言っただけなので、うん、なんかその 見てる人にもなんか思ったことがあったら教えてほしいです逆にそのアメリカの人たちはこうなんか見てて物事を見てて日本と違ってこう思いましたとかいろいろ思ったことがあれば教えてほしいですのでコメントよろしくお願いしますでまあこういう,うトピックどうでしょう、うん、この先も こういうの話していきたいと思うんですけどももし質問とかもあればぜひコメントに、えー、残してってくださいということで井上ジョーでしたそれではまた次回